あそこには行きたくないの。お前が行きたいって言ったんじゃねえかよ。あっちのが絶対楽しい。は？は？もう限界だわ。ずっと我慢してた。もう耐えれんわ。デートの話は今置いといて、言いたかったこと全部言わせてもらうわ。街中の喧嘩もいいだろ。おい、カッコしとけ。このソチン野郎、やりたいだけか知らんけど、付き合った途端表現するクソな態度。最初はマミに LINE 送る場も全部礼儀正しい。今じゃほら2日も見ろくむし、冷たすかドライアイスから様に。忙しいの分かってるけど、気になるおっぱいでもできたの。気に悪いね、はっきり言って隠しててバレてせて逆切れ超出せよ。数頭か飲んだらそんなのザコとか、お前の普通の中で生きたいない。変さしろ覚えてんぞ、貸した金計10万8000円。過ち直るなら今謝りよ、ごめんなさい。前の愛そうすごくて騙されてて、これを演じてくれよ。連勤戻せない、分かってるけど戻したい。この気持ちだけは確か、その上に言わせてもらう。別れたいなら今分かるよ連勤。なるほどね。まあちょっと食らっちゃったけど、いやそれじゃあ愛ちゃん言わせてもらいます。最近骨も感じててマイナス、エッチするとき甘えられるとき、猫なで声みたいなんするのキモいぞ。ねえ気持ちいい、ねんキュンチキン、うんちいい、やなピエン。ゲロ吐きそう、やめときよ。いい年してリスカもやめときよ。食い物とか私物をさ、部屋に撒き散らかすのもう勘弁だ。家事分担もしっかり決めたから、サボらず食器は洗ってくれよ。あと勝手にどうせ私なんて可愛くないからって勘違いして切れるの迷路や。この手のがわかんねえのか、おい。可愛いし性格もいいと思ったから付き合ってんだろうがよ。お前だって本性見えてきて、俺もちょっとお前のこと嫌になってるよ。彼のことは申し訳なかった、謝りをごめんなさい。前に他の女が気になった時があった、それも本当にごめん愛ちゃん。戻れない、分かった。